it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀宗平です。本日も目から鱗の古事記の世界をお送りしていきたいと思います。高正凪さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回はですね、はい、大国主の政治があまり良くないんだということで、天界からですね、いろんな使者が送られてきてするんだけれども、なかなかその思うようには統治ができないというような形で、で報告はしていたもののきちっとやっぱり説明を尽くしてなかった会いに行って、それがまあ不信を呼んで結局どんどん次々と人が送られてくるといったことで、4回目の使者としてですね、武三日月の御事と神様が送られてきて、で実際にこうどういったことが進んでいったかというのが今日のストーリーなんですけど、この武三日月という人は武の神様というふうに言われてて、はいはい、神社の、ね、主祭にも祀られてますけれども、はい、主神にも祀られてますけれども、こうどういったこうところが武の神様だったのかというところから皆さんにちょっと説明していただければなと思うんですけど、もともとお父さんが剣の神様ですよね、うん、でその息子さんということで、はい、まさに武神ということになってるんですけども、はい、ただ武の神様でありながら、はい、武三日月立てるという字に、はい、雷の神様だと、はい、まあ、雷ぐらいだったらなんとなくその武神ということでイメージつきやすいと思うんですけども、うんうん、なんでその家を建てる時の建てるという字が書いてあるんだ、うん、ってなりますと、実はこれで竹るというふうに、はい、読むんですけれども、竹るというのは竹のようにまっすぐにする、はい、我が国では武っていうのは矛を止める、つまり相手が矛ってまあ槍ですよね、うん、武器を向けてきたんだったらば、もうとにかくそれに対して戦う、何やっても構わないという考え方ではなくて、どこまでも武道とか武力というものは歪んだものをまっすぐにするために用いるんだよというこの非常にこう強力な 哲学があって、で武三日月の神もあえて武という漢字を使わないで古事記は描いているということになると思います、はい、うん、はい、でこの武三日月の神がいよいよその出雲の稲佐の浜にこうやってきましたね、はい、うん、波の上に逆さまにこう剣を立てて、うん、その上に大神楽をかいて座った、はいはい、ここでね、はい、武三日月の神が有名な言葉を吐くわけですね、はい、汝の牛明けるこの足原の中津国は我が御の白津国であるとこだわせたもん、はい、うん、ここで牛吐ける牛吐くという言葉と白津という言葉が2つ同時に出てくるっていう、はい、一緒に出てくるっていう非常に分かりやすい、うん、ある意味非常に分かりやすいところなんです、はい、でも多分この CGS でもこのシラスと打ち上げて僕は何回もお話しさせていただいてるので、はい、もう今更耳にタコだと思われるかも分かりませんけども、はい、これめちゃめちゃ大事なことなんで、はい、ぜひちょっと説明させていただきたいんですね、はい、もう一回だけ、うん、もうこれ総まとめ究極の民主主義っていうのが、はい、まさにこれがシラスっていう、うん、統治だっていうふうに思うんです、はい、うん、一般的には牛白しかないんです。牛白っていうのは、うん、牛って主人、うん、ですね、白っていうのは刀を腰に白って言いますけど、要するに主人が全て私有する自分のものにすることを牛白と言います、うん、はい、で世界中どこでもそうですけども、漁師とか王様とかっていう王様とか、今でも例えばアメリカの会社なんかでボスっていうのは社員に対してはまさに牛白存在で、ボスが お前クビだと言ったらその日からその社員クビですよね、はい、で要するに所有者だからオーナーだから何をしてもいいということになる、うん、でそうなってくると、その全てその上に立つ人にとっては下の人は所有物でしかないから、はい、逆に言うと下の人からしたらもういつ何されるか分からないという恐怖しかないということになってしまう、はい、うん、でそこで我が国ではその権力よりもさらにもっと上に権威っていう存在を置いて、うん、この国家最高権威によって一般の人たちを大見宝とするという仕組みを作ったわけです、はい、
でこれがによって何が起こるかというと、例えば喫茶店に入ってコーヒーを注文する、はい、あのホットコーヒーがコーヒーカップに乗って出てくる。そのコーヒーカップは今この瞬間自分の手元にあったとしても、自分のここにあったとしても、はい、もうそれはコーヒー飲み終わったらちゃんとお店に返さないといけない、はい、なぜかといえばそれはお店のコップだから、はい、自分の牛泊一般 その領土領民というのは、はい、これはあくまでも店員様からお預かりしているものなんだと、うん、いうことになってくると、はい、それは国はできない、うん、もうあくまでもどこまでも民衆のための政治ということを考えていかなくちゃいけなくなってくるという、うん、はい、これ実は権威と権力を分離したっていう、うん、これあの本当に古代の日本が作った最高の人類最高の英知じゃないかなと僕は思うんですけども、うん、はい、どうです。いやだから僕もこれ何回も聞いてて、今世界がどんどん牛吐く世界になってるなと思うわけですよね、うん、だから日本に奴隷がいなかったっていうのはね、こういう考え方があったから、はい、こう人を物として扱わないと、うんうん、国民をね、はい、そういう考え方があったんだろうなと思いますけど、今なんかそういうものがなくなってしまって、なんかそれこそ外国人の労働者とかの扱いを見てると、なんか人物みたいに扱ってる、うんうん、僕もある会社行った時に外国人労働者を雇う時に、商品を、買ってきて、提供するという言い方をした人がいてですね、はうん、なんか外国人を商品って言ったんですよ、うん、それを会社にあの提供することで利益が得られますみたいな言い方をする人がいて、で僕はやっぱそれ聞いた時に、あ、この人たちと一緒に仕事しちゃいけないなと思って、うん、もうそこの会社と関わらせてもらうことをやめたんですけど、うん、やっぱり物事の考え方ってすごく大事なので、そうですよね、うん、あの同じことやってるように見えても根本の考え方がどうあるかによって、うん、やっぱりものすごくあのなんだ結果って変わってくると思うんですよね、うん、だから日本にそういう考え方があったということをもう一回僕らがきちっとね知ることは大事なんだなというふうに思っていつも聞いています、はい、日本という国のこれが根幹ですね、はい、一般の民衆が大見たからとされる、うん、この大見たからとされるという これを実現する、だから、うん、あの大国主が作った国は確かに豊かな国だった、はい、偉大な国だった、大きな国だった、うん、けれども富が偏在してしまっている、うん、一般の民衆がこのままいったら苦しい状態に置かれてしまう、はい、その軌道修正を少なびこの事件の時に変える軌道修正するチャンスあったけれどもうまくいってなかった、はい、雨の若彦も行った、そしてあの雨の保秘の神も行った、うん、でもやっぱり修正されていない、うん、最後は武見和地の神がこう刀の上に大あぐらをかいて何日で押し上げる、はい、もう決めつけですよね、はい、あんたがあんたの国はあんたが牛吐いてるだけだと、うん、牛吐く国だと、はい、本来これは高間ヶ原の神々の子孫によって知らす国なんだと、うん、こういう話をしてるわけですね、はい、これ非常にあの象徴的なものだと思いますね、うん、で、これを聞いた時に、はい、大国主は何と答えるか、うん、そうですね、いや素直にいや私はお譲りしてもいいですよと言ったと、はい、でただ自分には息子が2人いるから、はい、その息子たちが何というかちょっと聞いてみないとわからないと、そうそうそういうことですね、これが大国主さんの本当にだからあの一家の主というかですね、うん、あの 大きな組織のトップらしい、はい、うん、偉大なところなんです、はい、もしですよ、はい、この瞬間に大国主が、あ、分かりました、私が悪いでございました、ここにお譲りいたしますって一人で勝手にやっちゃったら、うん、はい、下の人たちどう思います、あ、なんかがっかりしますね、失望しちゃいますよね、失望するし、あら大将が勝手に言ったんだよ、ここはどこまでもオラッチの国だって、うん、反乱とか騒動とか起こるって思いません、はい、うん、そこで大きな人は私は分かり、私は分かっ、もう天の声だから分かりましたと、けれども2人の息子に話を聞いていますとこうやってるわけです、はい、で息子の息子第1、うん、琴城主の神が登場するわけですね、はい、うん、で琴城主の神は話を振られて、はい、お前どうするんだと言われて、うん、母分かりましてお譲りいたしますと、うん、あの素直に答えてるわけです、はい、父親は息子の意見を聞かないと分かれない、うん、でその息子は分かりましたお譲りしますということになればこれでことは決まったんですね、うん、決まったんですがここで琴城主は非常に重要なことをやってます、うん、何かというとその親父がトップが国を譲ると決めたらみんなが文句を言う、うん、でもトップが迷ってる、トップは分かったけれども判断を委ねた、うん、ナンバー2が分かりましたと言って国を譲ることを決めた、うんうん、そうするとみんななんでだよと、はい、なんで国を譲ったんだよというその非難の声っていうのは、はい、今年の主に集中する、うん、
で、そういう意味で大国主自身は安泰ですよね、うん、はい、でこれをまさにその泥をかぶる、うん、っていうことをやってる、はい、やってるわけです、うんうん、でそういうその一番辛いところ苦しいところっていうことをあえて被ることによって、はい、それって実は商売繁盛にもつながるし、はい、災いを除き、福を招くことにもつながってくるし、五穀豊穣にもつながるし、大量にもつながってくるということで、うん、実は今年の主様が恵比寿様であると、はい、ニコニコ笑ってあはははって通常と対応ってですね、うん、やってる恵比寿様として、はい、大変な信仰を古い昔から集めてるという、うん、なるほど、そういうものがあります。まあ、ここでいきなり今年の主が戦うぞってなったら全面戦争になっちゃいますもんね。それこそあの まさに血を洗うような戦いになってしまう、はい、たけるっていうことがどっか飛んでしまうんですよね、うん、はい、で、まあ、そうは言ってもですね、はい、やっぱりいや力比べだったら俺の方が強いんだっていうの、うん、そういう意見も出てくるわけですよね、うん、で それを代表したのがその弟の武見中が代表してきて、力自慢だったら 俺だって負けてねってやるんですけれども、うん、はい、まあ、最終的には武見一によってこうやっつけられてしまって、うん、で分かりました、言うこと聞きます、国もお譲りいたしますというふうに話をしたというふうになっています、うん、なるほど。これによって反乱、いわゆるその国を譲ることに不満だった人たちは、うん、もう最後の頼みの綱は武見中だけになるわけですよ、うん、そこが負けたってことになったらもうしょうがねえよなって、うん、西郷さんみたいですね、西南戦争の、うん、はい、これはだから大国主と、長男の琴城主と、はい、次男坊の武見中というのは実は本当にあうんの呼吸で、うん、この国譲りっていうのをするということが決まる、はい、この決まった後、はい、何が起こったかってご存知？それこそ、大国主は、まあ、自分たちのやってきたことも、はい、まあ、一つ認めてもらったというか、はい、として、まあ、出雲にね神殿を建てて、はいはい、まあ、自分たちのそういう、まあ、あの隠居先というか、うん、あの自分たちのこの功績としての、はい、まあ、あれも残してねというような形でお願いしたんじゃないかなと思ってるんですけど、それで誕生したのがあの出雲大社と言われてますね、大社ですね、はいはい、で実はですね、うん、この後にもう一ついい話があるんです、はい、で大変なこと決めたわけじゃないですか、はい、大変なことが決まったんで、うん、その後に直らやってるんです、うん、みんなが集まって大宴会やってるんです、うん、まあいろいろあったけど、もうその過程でいろいろあったけど、はい、とりあえず飲めや歌いや大騒ぎやってる、はい、どんちゃん騒ぎ、うん、でどんちゃん騒ぎの後に武見一致は天照大神様のところに帰って、はい、以上の通りご報告申し上げますということで、はい、話が終わってるんです、はい、うん、まあね、その最後宴会するっていうのはですね、実はアニメのワンピースにも毎回出てきてですね、はい、ほうほう、戦いが終わるごとに宴会するんですよ、はい、うん、だからこれがやっぱりこう日本のね、はい、あのアニメらしいところで、はい、いろいろやるけども最後終わったらみんなでこう、ね、食事とか、まあ、お酒を飲んで、はい、まあ、これからのことをねまた建設的に話し合っていこうという、はい、そういうことで国譲りも締めくくられているということですね。はい、わかりました。で次回がですね、次ニニギの御事という、はい、天照大神のお孫さんですね、はい、が実際に使わされて、国の体制が変わっていくというところで、はい、まあ、天孫降臨と言われるところに入っていきたいと思います、はい、次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。